おはようございます。眠すぎる。おはようございます。眠い。なんか今日すごい眠いです。昨日も寝落ちして、準備しなくては。
かめっちゃ一気に寒くなりましたね。もう寒くて真冬パジャマです。で、グーグル、今日の東京の気温は？嬉しい。ねえ、グーグル、今日の東京の気温は？今日の東京は最高気温16度、最低気温10度の予想です。いや、急に寒い。姫のファンクラブに入会した。え、私のファンクラブ？本当？それは本当かい？え、やった。ありがとう。嬉しい。とっても嬉しい。今日寝落ちして朝8時ぐらいにお風呂入ったし、8時ぐらいにメイクも落としたので、もう今日は肌のメイクはお休みします。
顔マッサージ。今日からあのジョーステの切り裂きジャックがやった時の作品が YouTube で無料で見れるみたいです。ちょっと私もまだ見れてなくて、同時視聴配信したいと思うので日付決めたらお知らせします。おお、すごい一気に顔すっきりした。1057日ありがとうございます。ちょっと目だけメイクしておこう。なんかビューラーをするととてもメイクした感じが出る。から嬉しいです。あー、ディズニー行きたい。クリスマスディズニーに行きたい。クリスマスディズニー。
なんかイルミネーションっていいよね。私イルミネーションめっちゃ好きなんだよね。あんまり見に行ったことないんだけどあんま見に行ったことないけどめっちゃ実は好き。今年はなんかクリスマスマーケットとかも行きたいな。ね、12月まではめっちゃ忙しくて、11月は超忙しくて、でただなんか11月中にみんな新公演のリハが終わるんですよ。で私新公演のリハに1回も参加できなそうで、で12月にどうにかレッスンできないか、きっと私以外にも学校でさレッスン参加できなかった子とかもいるから、レッスン参加できなかった子たち用の歩行レッスンってなんかあったりしませんかみたいな話をしてて、だから12月私が新公演の初日を迎えるまでに新公演を新規で覚えないといけないんですけど、でもなんかね、新公演を覚えさえできればあとは暇でもないけど、毎日みんなさ11月1曲に 2,3 時間もうほんと新規だから毎日 2,3 時間のリハやるんだけど、私は夜まで毎日稽古だから、しかももうこの稽古1年前からさオファーいただいてて、1年前から11月のスケジュール押さえてるから DH に。やびゃーです。新公演何回ぐらい出るそう？え、5回は出れんじゃない？さすがに。5回は出れると予想。新公演のレッスン始まってる、いやまだ始まってない、もうすぐ始まる。ただ私は参加ができないのでレッスンに、12月に歩行でレッスン入れてもらえたら嬉しいし、もし入れてもらえなかったら完全中腰。どれだけ難しいのかによる新公演がめっちゃ難しかったら結構やばいよね。肌のメイクしてないのに。
ねえ、グーグル、今何時？時刻は11時57分です。ちょっとなんか、鼻だけメイクしようかな。鼻メイクしてないとすごいメイクしてない感出るの嫌だな。鼻だけ。鼻って顔の中心だからさ、鼻とここだけしよう。私ここすごい赤くなっちゃうんですよね、すっぴんだと。鼻筋綺麗だよね。いやだって鼻、私自分でお絵描きしてるもん。すっぴんの鼻は全然綺麗じゃないよ。よく鼻整形したって書かれるんですけど、整形メイクしてますもん。ここだけメイクしよう。YouTube でさ、載せたあの豪華版ご飯紹介動画で食べたかき氷がめっちゃ美味しくて、もうかき氷始まった、私の中で。来年いろんなかき氷屋さんに食べに行きたくて、それ目標です。え、もうバーベキュー本当にどれも美味しすぎて、マジであの自分でお金払ってまた食べに行きたいぐらい美味しかったです。あんなに美味しいバーベキュー初めて食べた。でもどれも本当に美味しかった。どこでお店やってんだろう。なんかあのキッチンカーなんだけどさ、キッチンカーっていろんなところで出してたりするじゃないですか。そこにまた行きたい、食べに。ケータリング専門なのかな。ねえ、グーグル、今何時？時刻は12時1分です。昨日稽古中お菓子を食べ過ぎてしまいまして。今日もうすでにガルボのチョコとチョコブラウニー食べたので、お菓子は持っていかないぞ。
食べ過ぎってどんぐらいかというと、ガルボとかさ120円ぐらいでさ売ってるチョコあるじゃないですか。わかる？グミコーナーの隣にある系のあれ2袋とプリングルス1箱食べました、稽古中の間に。一昨日はゴディバの箱一箱食べたしな。やばい、なんかまたお菓子欲が。ご飯もちゃんと食べてるんだけどね。昨日はねお鍋食べました。一昨日はねうな重食べました。見て、鼻メイクするだけでめっちゃ変わる。前さカフェイベでファンの方からいただいたうなぎがさマジで美味しすぎて、ママが今まで食べたうなぎの中で一番美味しいって言ってました。ありがとう、本当に美味しかった。冬の朝は温めたヨーグルトがいいらしいけど温める勇気がない。え、私一回ねやってみたの、美容のために温めるヨーグルト。あれあんま私は良くなかった。美味しくないのはもちろんなんだけど、なんかお腹張っちゃって、すごい変に張っちゃって、でも張るだけでなんか腸の動きが良くなるとかそっちだと思うんだけど、ただただ張ってあんま良くなかったな。私なんかさ、朝にお菓子食べるのが一番腸動くんですよ。一番健康的な腸の動き方をするの。逆になんか腸が働くみたいな食べ物、梅干し温めるとかヨーグルト温めるとか、それやるとただただお腹張ってあんま効果出ない。ねえ、グーグル今何時？時刻は12時5分です。今日は歌稽古とダンス振り入れ3曲振り入れしてきます。今回ね曲数ねめっちゃ多いんだよね。みんなすごい見どころがそれぞれにあって、
よし、稽古の準備が終わりました。本日全身ユニクロ、最高。よし、では稽古に行ってまいります。また夜配信すると思うので、またね、ありがとう。